もやっていきたいと思います。ってことで今回も新しくこの島に住んでくださる方がいるので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、 QR コードを読み取る。ゆうきさん、なごみ系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、まったり型、のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースで生きる、でも心配事も多かったりする。あれやね、なんか一時期こんなタイプめっちゃおったけど最近あんまおらんけんね。なごみ系まったり型。はい、それじゃあマンションを見てこう。ハートマーク、誰誰ですか。あ、クイーンやん。え、ってことはクマちゃんとの間に子供が、え、子供初めてじゃない？なんでもないです。違った？ほっといてください。違ったっけ？違うわよね。うちとクマちゃんの間に子供がいたら、そ、想像したりします。いいと思います。今までおったんかな、おらんかったような気がするけど。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。旅行の準備は、時間をかけてしっかりやります。時間をかけてしっかり。でもなんかね、なんか余計なものとかいろいろ持っていってしまってさ、結局、旅行先で使わんかったりすることとかも多いね。はい、そして今回新しく入った、ゆうきさん、入ります。大人っぽい部屋に住んでる。ゆうきです。うんうん、マイペースですが、やや心配性な男です。やや心配性。それは全然いいと思うよ。ライブのために、こっそり一人で練習しています。それマイペースなんかの。ライブ？マジで？音楽やってるの？めっちゃかっこいいやん。はい、サラミでもどうぞ。いただきます。家でこっそり練習。防音なんかな、ここ。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。はい、それじゃあ、リボちゃん、入ります。ゆっくりゆっくり呼んでくれよる。私と遊びましょう。ほい、遊びましょう、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？ほい、スタートー。超アップクイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？なんだいこれは、サンゴのかけら？答えは、あ、サンゴのかけらやね、ピンクの。サンゴのかけらでした。イエーイ。超アップクイズ第2問。第2問。ででん。これは何でしょう？ロールキャベツ。答えは、ロールキャベツでした。ロールキャベツがさ、こう何？お皿の上にポンって1個だけあるような状況ってある？超アップクイズ最終問題。そういうもんなんかな。これは何でしょう？全然わからんけど、IC チップ。答えは、なんとなく。どうした？ IC チップでした。おー、よかったー。アップになりすぎても全くわからねえ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。一番小さいので。お宝、アロマキャンドルをもらいました。ありがとう。無事に旅も続けられるよう、私たちも協力しないですね。ね、今ちょっと旅人がね、あの港に押し寄せてしまってるから、いただきます。無事に旅が続けられるといいんだけれど。どうすか、美味しくない？マジで？もうそろそろあれよ、中華まんの季節やろ。もうすでにさ、ファミマとかでは中華まんセールとかやったりしよるけど、どう？私はこの間ピザマンを食べたけど、やっぱり美味しかったよ、相変わらず。はい、あったん入ります。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう、遊びましょう。お、キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。スタート。え、ダイヤモンドやん。これは絶対に、キャッチしなければ。こい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 。はぁー！ダイヤモンドが跳ねた。もう一回だけですよ。なんてことを。来い。行きますよ。はぁ。なんてことを。残念でしたね。ダイヤモンドを遊びに使うなんて、貴族の遊びだね。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。最近、アユナのそっくりさんが来るのも、ずっと待ってるんですよ。マジで？もっと来るね。
え、あれっすか、旦那さんとはうまくいってるんですか。私のこと待たなくてもほら、ノア君とラブラブしてたらいいんだよ。お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。ノア君、大満足。全然大丈夫よね。親子関係も。良好やし。ふい、それじゃあ、一軒家の方見ていこうか。お、ん？喧嘩じゃないだろうね。ここで見ても判断できんけんな。おー、なんかだいぶ大きくなったんじゃない？ゆうさんだね。もう見た目完璧にゆうさん。え、でもなんか茶髪や。子供茶髪や。髪の色が違うぞ。あー、やっぱり喧嘩。髪色はあれやね。みくるちゃんに似たんやね。なに？うちの旦那さんが一体何をしたと。許してあげて、なんとか。このイライラを沈めてください。じゃあ、紅茶とかで、ほっと一息。ほいほい。どうすか？まあまあ美味しかった。まあまあ。まあまあか。じゃあ赤花さんとこ行ってくるわ。あ、ってことは赤花さんも家におるってことかな。マークがついとったけど。あ、ですね。ですね。さあ、それじゃあ赤花さんお呼びします。あ、どうも。どうも。言うと喧嘩しました。とりあえず、腹が立ちます。まあ、仲直りしてもらうとして。じゃあ、このイライラを沈めてください。ほいほい。グレープフルーツ。嫌いな人は嫌いやけど。ピンクグレープフルーツ美味しいよ。お、結構美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。よし。これでちゃんと仲直りできればいいんだけれど。ゆうさん、なんかあれやんね。家族で住んどる家は普通の感じやけど。この間はごめんなさい。一人部屋になるとめちゃくちゃ豪華っていう。こっちに家族で住んだ方がいいんじゃないの？こちらこそごめんなさい。お、よかった。ちゃんと受け入れてくれたね、ゆうさん。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよ、それは。お礼にこれもあげます。ほいほい、なんでしょう。実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。楽なことばかりでは、成長しないですよね。まあね、楽なこと、楽なことだからね。なかなか成長はしないと思うよ。ほら、ロールプレイングゲームでも、いつまでも最初の方の街の近くでレベル上げとかしよってもね。経験値が全然たまらん。おお、なんだ、誰だい？ちょっと来てもらえますか？ほいほい。あ、旅立ちのやつね。でも、今旅立てないんだよ。一人前に成長。コーナちゃん、ちょっと今旅立てないんだよ。この子の成長のために、旅に立つか、マンションに一人暮らしさせようと思います。とりあえず、とどまっておいてくれるかい？どちらがこの子のためになるでしょうか？口は赤花さんにやね。とりあえず、旅立ち待機ってことで。今旅立てないみたいです。一人出しさせるのは少し後にします。それがいい。おー、誰？何？ちょっとすみません。あ、そう。キングとノリちゃんのところにね、子供が生まれたんよ。アリサちゃん。今回ね、みんなあんだけ名前次なんやろなんやろってなったけど、アリサちゃんっていうめちゃくちゃ普通の名前になった。多分もう、こうね。夫婦二人の名前を合わせるってやつは出し尽くしたんじゃない？出し尽くした。変な名前ばっかりやってけど。よしよしよし。どれぐらいの感じが、あ、これ？どれだ？これぐらい？あ、泣き止んだんじゃない？お、ご機嫌になってきたんでは。あ、やった。
はい、笑った笑った。全体的にあれかな、そろそろミルクの時間ですね。今回はアリサの機嫌も随分良くなりました。キングにアユナのそっくりさんありがとうございました。今までね、ノリちゃんにばっかりやったけん、キングに初めてじゃない。実用品ブランコをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてってね。キングかっこよさげなミステリアスな仮面をつけてるというのに、めっちゃパーカーなんやけど今日は 25,840 円集まりました。ありがとう。はい、そしてあれ、そしてちょっと待って、あれやん、えあれやん、昼一も朝一もやってないんですけど、どういうこと。メインニュース見ていこうか。今日は買い込めるものがない。あ、ミーニュースを伝え、仮面外してるミステリーさん。あゆな今の山々の中でも最高峰の山、ミステリアスな感じだったのに、あゆなさんの南西的に外していいんすか。ゼロさんが無酸素で挑み、見事登場を果たしました。あゆなさん初登場、無酸素で。それまでにもあゆなさんに登場した人物はいましたが、思った以上に南西的を無酸素で挑戦した者はおらず、今回のゼロさん単独での登場は登山界に大きな衝撃、これはどうなんだ。ミーのサイズ、でもミーのサイズから言ってもよ、言ってもそんなに高くなくない。最近で一番のニュースです。ねえ、別にノーコメントでお願いします。近所のちょっとした山ってぐらいじゃない、はい、なんか三時のミーニュース。だってね、富士山ほどの大きさがなわけでもなく普通の人で表現しても近所のちょっとなんていうか、小山みたいになっとる部分っていう感じはい、それじゃあ傭兵さん入るよ。俺と遊びましょう。はい、遊びましょう遊びましょう。超アップクイズ、また2回目。超アップクイズ第1問。第1問。これは何でしょう？ラーメン？答えは全然わからんけど。ラーメンでした。おー、よかったよかった。超アップクイズ、第2問。第2問。これは何でしょう？え、いちご？答えはか？いちごでした。おー、よかった。超アップクイズ、最終問題。最終問題。これは何でしょう？ブドウ、なんとなく色的に、ブドウできた。ブドウの季節やね、秋。ブドウは美味しい。おめでとうございます。ほいほい。でも皮を剥かんでいいタイプと剥くタイプのやつあるけど、私剥くタイプの方が好きなんよね。なんか皮剥かんでいいタイプって言われてもさ、剥きたくなることない。え、てか剥いた方が美味しくないお宝、臭い靴下もらいました。いらねー、全然いらねー。ベッカナの作る料理はちょっと味が薄い気がします。あ、でも今まで全然違う環境で育ってきた二人とかやったらね、こう夫婦になった時になんていう、食の好みの違いみたいなのってでかいような気がするけど。はい、チーズどうぞ。いただきます。味が薄いか。でも味が薄いんやったらまだなんか足したらいけるんじゃない。濃かったらね、薄くすることはできんけんやないけど、水入れるわけにもいかんしね、料理にはい、それじゃあテニスラケット。まあでもあれなんかな、こう入って出されたっていうか、出した料理になんか目の前で思いっきり調味料かけられるの嫌な人って結構おるよね自分の味付けじゃないみたいな。でもいやいや食べられるよりかはいいような気がするけどな、難しい。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。結構みんな、なんやろ、私の耳を使ってくださいって送ってきてくれる人がおるんやけど、言葉を書いてくれてない人がほとんどやけん、そういう人は採用できないので、ちゃんと言葉も送ってくれると採用できます。